こんにちは、介護福祉士のカズです。よろしくお願いします。はい、今日もですね、夜勤に行く前の移動中になるんですけど、今日はね、国家試験の話じゃないんですけど、もうね、試験近いんだけど、医療のことでちょっと気になるサービスがあったので、そちらをご紹介していきたいなと思ってます。と、例えば夜間とか休日とか、まあ、土日とかかなに、まあ自分のこともそうだけど、自分のお子さんとか親御さんがちょっと具合悪いなとか、緊急の時にかかりつけっていうかね、近くに救急病院があるのを知っていればいいんだけど、それをまたね調べるっていうともう大変だったりするので、 LINE でねお友達登録をしておくと、お医者さんが自宅まで来てくれて、で診察をして、でお薬もねそこで出してくれるっていうサービスがあります。これ結構すごくないですか？ LINE でね緊急時に来てもらえるので、お守り代わりとしてね登録しておくといいんじゃないかなと思います。で詳しくこれからスライドでお話ししていこうと思いますので、ぜひご覧になってください。はい、今回ご紹介したいのはもしもの時のお守りラインファストドクターです。これからポイントの方を見ていきたいなと思います。一つ目のポイントは、夜間とか休日にドクターが自宅で診察をしてくれるというところですね。で2つ目は健康保険適用しているというところです。で3つ目は自宅で診察検査をしてくれて、お薬もその場で渡してくれるということですね。まあ、夜間とか休日で病院に行くことが難しかったりしても、ファストドクターは LINE で受け付けてすぐに自宅で診察してくれるので、まあ、いざという時のお守りになるかなと。で友達登録 LINE でしておくと、 LINE 上で診察依頼ができるようになってきます。対応しているのは内科、小児科、整形外科、そして、まあ、対応エリアは東京、神奈川、まあ、関東周辺と、まあ、大阪、兵庫って感じで、まだ対応エリアはそんなに、ね、多くないかなとは思うんですけど、対応されている方は登録をしていただければいいのかなと思います。対応時間は、まあ、平日そして土曜日は基本的には夜間のみで、日曜日は朝から早朝まで24時間対応していますね。まあ、普段から使っている LINE なので、まあ、簡単だなとかっていうことがあったりとか、まあ、安心感があるなっていうことでしたね。まあ、いろんなメディアで取り上げられているので、まあ、もしかしたらご覧になって知っている方もいらっしゃるかもしれません。ホームページのこのバナーをタップしてもらえればすぐ友達登録できます。すぐ、ほんとすぐ、ね、できるので、まあ、ぜひやっていただければなと思います。診察の申し込みも、まあ、1分ぐらいでできますよと、まず、まあ、症状を相談してくださいという感じですね。まあ、普段はドクターの交通費かかると思うんですけれども、期間限定で移動費かかりませんというふうになってますね。でたくさんの方に知ってもらいたいという思いがあるんじゃないかなと思います。友達に伝えていってほしいなと思います。やり方はこんな風に説明してくれているので、まあ、それに沿ってやっていただければなと思います。あとはまあファストドクターからのメッセージとか、まあ、実際どんな風にやっているのかなっていう動画があったりとか、まあ、いろんなメディアで取り上げられてますよっていうのを伝えてくれてたりしています。で下の方に診察依頼するとかねあるので、まあ、こちらの方をタップしてもらうと、こんな風に、コールセンターから返信が来ます。ただ今回は、まあ、混み合ってるようなので一時停止しているっていうことなんですけれども、うん、まあ、まだ、ね、対応しきれてないのかなと。で他にサブメニューっていうところがあって、まあ、これタップしてもらうといろいろメニューが出てきますよっていう感じですね。ちょっとここでおさらいしておこうかなと思います。夜間休日でも、まあ、LINE で依頼して医師が自宅に来てくれますよと。健康保険も適用していて医療証も使えますよっていうことですね。ご自宅で診察とか検査してくれて、でその場でお薬も渡してもらえますと。で対応しているのは内科、小児科、整形外科、まあ、子供から、ご高齢者まで見てもらえますからね。対応エリアは、まあ、東京、神奈川、千葉、埼玉、そして大阪、兵庫と、まだそんなに広くはないんですけどね、まあ、対応されているところの方は友達登録しておい
ていただいてもいいのかなと思います。簡単にできますからね。今回たまたまかもしれないんですけど、対応しきれていないという時間帯とかもあるかなと思いますので、本当にお守りという感じで登録をしていただければいいのかなというふうに思います。私の会社の方でも病院とか介護施設探したりとかできますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。以前 YouTube の方のコメントで介護施設探しているという方の対応がですね、しっかりできなかったのがすごく悔しかったので、ちゃんと対応できるようにしてありますので、いつでもご連絡をいただければなと思います。ちょっと宣伝まだ続いちゃうんですけど、入会金1万円いただくだけで、就活の相談とか、介護医療の相談なんかも受けたまわることができます。で、見守りサービスっていうのもお付けすることができるので、1万以上かかりませんのでね、ぜひお問い合わせいただければなと思います。いかがだったでしょうか。夜間とか休日でも対応してくれているし、健康保険も使えて、その場でお薬も処方してくれるっていうことなんで、いいサービスだなと思います。診察お願いするみたいなボタン押しちゃったんですよこれいたずらとかじゃなくて、でもなんか混み合ってて対応今できませんっていう風になっちゃったんだけど、ちょっと結果的にいたずらにならなくてよかったなって思ってますけど、まだまだね、対応が追いついてないのかなっていう感じはねあるんですけど、今後ねまだまだ広がっていくだろうし、需要もねきっとあるはずだから、登録だけねしておいてもいいのかなと思います。登録するだけでお金がかかるとかっていうこともないし、いざという時に LINE で来てもらえたらありがたいよなっていうところですね。概要欄の方に載せておくので、そちらからお友達登録していただければなと思います。難しくないですからね、本当に登録だけだったらね、そんなに難しくないんで、ぜひ、やってみてはいかがでしょうかというお話でした。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。寒くなってきたりしているの で、しかもね、緊急事態宣言もまたね発令されちゃったので、ちょっと大変かなと思うんですけど、でしかもね、介護従事者、医療関係者の方も大変だなと思いますが、ご自分のね体のこともしっかり考えていただきたいなと思います。無理せず皆さん頑張ってください。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。